はい、皆さんこんにちは。ファミツアップスターズターザンの野々です。そして、はい、川崎です。野々です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、今日はファントム獣神化おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、はい、ついに魔人、いや、めっちゃ嬉しいっすね。マジか。マジ。いや、オセロとのお友達っすよ。もう長い付き合い、こいつとは。ああ、ほんまなの。長い付き合い。いや、もともとオセロを神活買ってやつ、縦レーザーだったんですよ。はいはいはい。バーティカルレーザー L で。はい。いや、物足りねーと思ってたところにファントムが登場して、はい。オセロが張り付きながら、オセロの白バック使いながらファントムのレーザーを出すっていう遊びをやってたんですけど、はい。またできる。さらに。パワーアップして。なるほどですね。名前つけたいんだよな、それ。ああ、ファントムとオセロの組み合わせ、ちょっと考えながら。ミュージックオブランドラッシュみたいな。いや、ちょっと違うな。今じゃなくていいんだ。うん、ちょっと考えるか。はい、ということで、アンチウィンドがつきまして、はい、光属性耐性と、超アンチワープ。これ超が偉い、本当にこれ偉い。超になったら最近超渋りがちだからさ、あんまりね。そう、まあ、調理しろよ。そう、ありがたいもんね、調理になってくるからね。はい、して、こちらはですね、SS が、まあ、進化と神化合体したような感じですよね。うん、そうですね。はい、4ターンの方は、まあ、磁気力入らずにレーザーバリア消しますよと。そして、16ターンの方は、早い強いになりますよみたいな。うん、あ、でも16ターンになったんだね、その神化の方。 18? 10? いや、20とか、なんかそのレベルだった。あ、そうだった。うん、気がするから、だいぶ短くなった。おー、ありがたい話でございます。うん、ありがたい。そして、友情コンボですね。あの、こちらがまあ十字レーザーですよね、要するにね。はい、はい、でっかい十字レーザーで、横の方がちょっと強いと。うんうん、で、横は火属性ですよと、はい、いうふうになっております。はい、のって、まあ、木にも普通に強い。うんうんうん、みたいなね。感じだね。ホライトの方が強いんだよ。そうですね、威力。今言ったよ俺。あ、ごめん。いや、ほんと2回言っていいと思う。はい。まあ、大事なことだから。大事なことだからね。もう完全熱差は。だから木に行った方が強いってことだな、もしかしたらね。で、クシナド行ってみたよ。どうだった？いやね、溶けましたよね、ボートもさ。うん、強い強い強い。びっくりした。うん、だから今回はですね、大黒天に遊びに行ってみたいと。おー、はい、大黒天に遊びに行ってみたいと思います。なるほどなるほど。あ、余裕でしょ、6機がいけんだよ。いや、大黒天行ってみたいと思います。地雷ね。いや、大丈夫です。大丈夫です。地雷避けましょう。それ、地雷を避けるっていう。ほら、レーザーバリアあるじゃん、ほら。なるほど。ほら、あれ痛いね。よしよしよし、即必殺。これ両方当ててね。三角度大丈夫。クリスタルる、いける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 ういー、あ、惜しい。あーでも一周すればみんな。でもこれ超密着してれば当たるパターンじゃない。でも地雷重なってる。あなた地雷重なってます。なんか俺パーカーの紐中入ったんだけど。後にしろ、地雷が危ねえんだ。ちょっとやっといて。あ、ちょっとずらしちゃった、ごめんなさい。やっとく、大丈夫。あとババゾノさんに任しとけば、まあまあまあ、全部解ける。ナイス。いやね、超アンチワープ偉い、マジで。地雷3万ぐらいだっけ、強い。何やっても、あ、じゃあ3万ぐらいか。もっと食らう気がするんだけど。死ぬじゃん。え、超アンチワープめっちゃ強い。耐性でなんとかなんだ。ババザザさんじゃないですよ、この小川さん。やっぱりこの同族回帰ついてるから。そう、そっか。同族回帰、これほら。いや、こいつさ、すごいんだけどね。いや、冷静にこいつ捨てやばくない。捨て冷静にめっちゃ強い。捨て強いよ、いいね。じゃあ、天使が。で、君、レザバリ消す係。はい。いや、強い。強い。うえ。いや、マジで。いや、今、超は超なかったのに。確かに。普通の捨てで、超俺、光属性耐性を見せます。光属性耐性。これ、本当は地雷めっちゃ痛いんですよね。だけど、光属性耐性があれば、いや、痛いわ。でも、だいぶ4万、やんわり。1個で4万、やんわり、やんわりしてるよ。地雷やんわりっすね。ほら、耐性役に立った。ありがとう。もう強い。じゃあ、レザバリ消すか。消しよう。消しちゃいます。じゃあ、俺とババタさんが消しましょう。そう、消す係ね。じゃあ、俺は重い方を貯める係で。実質アンチ魔法陣だからね。そう、うまい。うまい。いや、うまっ。実質アンチ魔法陣。これもね、やっぱりいいところですよね。いいところ。その代わり重い方が打てなくなるから、まあ4つ目のアビリティがありますよと。そう、友情をあんま見せるってね。もう全部友情で多分全滅するよね、これね。全滅すんね。地雷もでも光属性耐性ですよ。1個2万、実質マインスイーパーっすよ。そう、実質マインスイーパー。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 実実質マインスイーパーでしょ。え、これ俺抜けちゃったらさ、ミヤボーがさ、SS 打つことになるよ。いや、絶対打たない。
ちょっと抜けないかもしれない。いやでも抜くな、これ3ページじゃん。いやもうね、大丈夫、配置してボス特攻しよう。右上あ、大丈夫、実質マインスイーパーだから、うん、ほら、痛くない。このさ、パーカーの紐をさ、こう調整するさやり方ない。俺が切ってやるよ。もう入っちゃったからってこと。全部切ってやるよ。え、これ、あの、繋ぐり見しちゃう。調整、いや、なんかパーカーの紐、こっちにピャーって全部。あこれ殴っていい、これいいよ。光属性耐性だけど、これ白バック使ってくるから。俺は強い、もう、いや、もう強い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 、強い、殴り強い、殴り強い、俺。だから超アンチワープだったら終わってるから、これ。だからそれは嘘かな、思ったかもしれないけど。終わってるでしょ。終わったかもしれない。倒せない。ビットン、ビットン壊し。ビットン嫌だ。ビットン壊したら地雷流れるから。ありがとう。えい。欲しい、欲しい。これだ、壊れた。一撃が重い。ああ、もう。ほら、実質、ほら、実質。アビリティロックされてんだけど。今、光属性耐性発動してなかった。意外と難しいですよ、これ。ちょいやば。これ死ぬ、これ死ぬ、それ死ぬっすよ。それ死ぬ、まあ、これボス倒さなきゃまず死にます。はい、地雷があるんで。地雷あるんでボス狙った方がいいです。右側抜けれるな。これ絶対抜けれる。ナイスナイス。アビリティロック。あー、痛くない痛くない痛くない。ジスマインスイーパーだから光属性耐性で、ここ回復できるからね。ここ回復できるから。ちなみに紐は、はい、一回全部抜いちゃって、え、普通に紐通しで入れ直した方がいいと思う。そんなことあるんですか。うん、紐通しで、あの、モサイクセットとかに入ってる。へぇー、棒ね。そう、棒みたいな。待って、これさ、はい、これさ、はい、ここ行っていい。いいよ、横行って縦のライン。 OK、これ解除できたよ。ナイス。紐じゃなくてファントン見ろよ、もっと。いや、ほんと何やってんだよ。じゃあ、紐はちょっと後でやろう。後でやれ、後で。真野さんはもう、無茶苦茶にしちゃってください。いや、この横にもレーザー出るって言ってやっぱりね、お、おばさん嬉しいね。嬉しい嬉しい。ワンパン、おばさんワンパンする。いい治療。え、ワンパンしちゃう。おばさんちょっと上じゃなかったっけ。もうちょい上だね。いや、ワンパンするね。おお、右下。でも、それぶっ壊してください、これ右下。使ってない。別に関係ないっすね。ごめん。左下？左下か。左下。いや、どうなんだろうね、これ。なんか左下気持ちいい気がするな、ちょっと。うん。左下は良さそう。どう狙う？そんぐらい？そんぐらい気持ちよさそう。左下？左下？いいんじゃないですか。斜め左下。浅いっすね。うん。さっきそれ浅いっす。あ、そうなんだ。さっきのやつ。まあ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 。十分だ。まあ、もともとね、もともとここで飛ばしたら、もうそれはさ、で、壊すつもりだったしね、あれ、うん、それ良くないよ。いいんだよね、これ飛ばしたら良くなかったよね、正直分かるのはね、モチベーション的にね、もっと長くやりたかったっていう、そこを組んであげたということで、うん、ってことで、俺もう、でもね、やつの近くにいないようにしません、ね、次のこれ合わせ、え、待って、またすげえ、うま今やっぱこいつもさ、オセロの SS が良かったね。だったら最強だった。こいつオセロの SS だったらマジでヤバかった。オセロと一緒にくっつくっていう。じゃあこれどう。それ最高だな。あ、それはもうね、もうスペック見しちゃってもいいっすよ。殴りのスペックを。いや、強い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 殴り強いね。いや、これもだってバボゾノさんのファントムに当たってれば終わるやつでしょ。そうっすね。なんか小川さんも俺も2段階目たまるんだが。でも16ターンってね、微妙だな。まあでもハーメルンと同じ感覚か、うん、実質。そうですね、ハーメルンも16だもんね。うん、 OK、 すげえ威力だし。小川さん、ソード、ソードオブユニティ。はい、おお、ほらもう地雷とかも関係ないじゃん、本当に。俺も上で立てか、もう立てかし、俺も関係ないでしょ、うん、ファントムには。だって光属性耐性あるしね、うん、なんて言ったって。まあ、ジェレイ壊そう。あ、ジェレイ、ジェレイ、ジェレイ、あ、壊しちゃダメか。分かった、さすがに白爆無属性だから。分かった、うん、これはもうよく入れますね、こいつの頭弁慶がどっか行くよね。ほらほらほら、ヘディングしてくるんだよ。小田さん、大暴れしてやってください。じゃあ、これちょっといいのかな。ロードさん、これで
大丈夫大丈夫、光属性耐性だから光属性耐性ですから大丈夫です。大暴れしていいもんじゃない。大丈夫です、もう光属性耐性なんで。大暴れ、大暴れ、やっついやっつい強っ、強いわ。しかもやっぱ耐性だから全然、いや光属性耐性強いっすね、素晴らしい。てかさっきさ、ワープ俺の時出てなかったからさ、うん、ワープ出てる時やばいね、ほんとに SS が、ね、倍率が何倍、なんかちゃんと自分で調べたわけじゃないですけど、はい、1.5 らしいじゃん。なるほど、それは強いよね。なんかちょっとあの高難度でまだ使ってなかったんですけど、うん、殴りが思った以上にね、うんうん、強化できますね、はい、殴り強い、マジで。そうですね、なんかやっぱ今年の重心化は結構強いなっていう印象、うん、強いですね、受けますね、はい、強いっす。はい、皆さんもぜひ、はい、ぜひ皆さんも使ってみてください。ああ、使いましょう。ということでご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。